はい、今回ロシアンルーレット、はい、今回は引き寄せを使ってロシアンルーレットしていきたいと思うんですけども、引き寄せってまあ5、6個あるんですよ。それを3個だけ使います。3個の引き寄せの中にハイパープレッサーをして、まあショートカットで飛ぶんですけど、その下にローラーを用意します。まあ失敗したらローラーにやられるよと。で、まずスペシャル貯めたら集合集合集合。オッケーオッケーオッケー。で、今回使う引き寄せは、あそこの1個と、ここの1個と、あとね、手前にあるんですけど、ここの1個使えます。で、どっかに、まあ、ローラーが潜んでいるんですよ。じゃあ、俺から行くか。とりあえず真ん中だな。まず真ん中に行ってみよう。いや、これどこにいるんだろうね、ローラー。あ、味方。うまく分かれたな、どこにいるんだろう。あっちにいた。あー、よかった、左にしないで。左にしてたら俺もあんなってたのか。あ、準備できた、準備できたぞ。じゃあ次は多分同じとこいないと思う。だから俺左に行きます。はい、みんな分かれたな。どこにいるんだろう。真ん中だ。真ん中。あー、よかった、行かなくてよかった。怖ーい。じゃあみんな同じとこ行きましょう。みんなで真ん中。はい、仲良く仲良く行こう。これで真ん中じゃなかったらみんな正解だからね。どこだ。怖い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 。どこにいるんだ。どこにいるの。あー、あっちだったのか。よかった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 。左ですね。左にしましょう。いや、ここ怖いな。怖いな。出てくるかな。あ！なんか出てる。今なんか言われた。今なんかいた。今なんかいた。ああ、やっちゃった。やられたー。